三木市立緑が丘小学校は、兵庫県三木市緑が丘町西一丁目にある公立、小学校。一時はマンモス校化していたが、今はピーク時の1、6以下になっている。現在の児童数は12学級である。児童養成門来客、教育養成門体育館運動場開校当初の児童数は約630名であった。緑が丘町の住宅街は、 未整備であり、学校の周りには赤土以外何もない場所だったが、近隣住民の協力もあり、植樹がなされた。1974年、児童数は開校からわずか1年で1.7倍の約1100人に増え、5年目には在籍者数は約1800人になった。その後、少子化や近隣に、三木市立緑ヶ丘東小学校が開校したことの、 影響によって、自動数は急減し、20年も経たないうちに、開校当初の自動数を割った。1995年阪神、淡路大震災で開校以来使用されてきた校舎が、被災し、後解体される。1997年9月には、バリアフリーの整った、新校舎、新校門が竣工し、2008年現在、開校当初の面影はほとんどなくなっている。 緑の三文字を図案化し、効果にも織り込まれているように、知・徳、体の調和の取れた児童の発達を表している。また、伸び行く若木が、地域の未来を意味し、幹を象徴しているデザインである。授業の一環で活動する。また、近隣に居住している住民と一緒に行う。AB、三木市立小学校、中学校校区。三木市。 2012年12月16日閲覧、ありがとうございます。